ち行こうか。うち？うん。すっげえいっぱい勝ってたような気がする。うん、2020、ね、デリア勝つみたいな、デリア勝つみたいな感じだった、うん、母ちゃんのために勝ったんだみたいな話をしてたから、うん、なんか家族を向いてるイメージ、そんだけ正統派のイケメンだと、うん、まあ相当表になられるでしょうね、まあ、っていう気はする、うん、ほっておかれるはずはないよね。ルミアキチャンネル、本日は、はい、ルミちゃんの大好きなもうそれさもういいよこの振りもう大好きだよ、大好きな10分トークのコーナーでございます。今回はですね、まあいっぱいいろんな M リーガーを紹介してきましたけど、はい、数字が取れるのでサムネで釣れるので、どのあたりいきます、どうしようかな、メンズ行こうか、メンズ、メンズ、ウッチ行こうか、ウッチ、うん、ウッチについてじゃあ10分トークをしていきたいなと。オッケーオッケー、うん、じゃあとりあえずタイマー入れますね。はいはい、スタート。ウチカワンヌだっけ、ウチカワンヌ、ウッチのファンのレ、うあれレディーだけなのかな、いやどうなんだろう、呼び方をウチカワンヌっていうよね、うん、ウチカワンヌ、ウチカワンヌ、サクラナイツのウチカワンヌ、うん、まずプロフィールから、はい、日本ポロマージャン連盟所属、1981年5月6日生まれ、うん、ため、ため、アキちゃんのため、私のため、血液型O型一緒、プロ歴15年、身長 173.5cm、 あ、そんなもん、なんかもっと大きく見えるけどね、そうだね、なんだろう、シュッとしてるよね、まあでもそう、そうなのかな、176、7くらいあるように見えるけど、うん、173.5cm、出身地は長野県松本市、長野県松本市、長野県って誰かいたっけ、ひなたんが長野じゃなかったかな、確か、はい、うん、ひなたん、うん、ひなたん、ひなたんが確か名前、あとでいいや、趣味はゲーム、YouTube を見ること、お、ミヤキチャンネル見てるかな、え、っていうか一緒だね、私ゲーム、YouTube 一緒なんだけど、あ、そうなの、ただあ、ぴったりじゃないですか、でもほらジャンルがさ、多分ゲームでも ね、うん、違うから、好きな映画、シャーロック・ホームズ、オーシャンズイレブン、ゴッドファーザー、おー、うん、じゃあシャーロック・ホームズも昔のやつかもしれないね、新しいやつじゃなくて、うん、なんか聞いたことあるけどちょっとよくわかんない、うん、座右の銘は大前自弱、オーシャンズイレブン知らないの、なんか聞いたことある、あ、はあ。すみません、うん、主な獲得タイトル第35期10代員他、他、桜ナイツのドラフト1位のうちか2年目である2020シーズンでは個人2位という大活躍だった、あ、そうね、最後の最後まで、うん、競ってたんだよね、うん、そうだね、で、なんかね、でも結局あれだよね、直対やって、うん、直対でこう勝ったりとかすると、そうね、うん、MVP よね、うん、個人1位で MVP っていうのがあったんだけど、でも、すっげえいっぱい勝ってたような気がする、うん、2020、ね、デリア勝つみたいな、デリア勝つみたいな感じだったね、去年は、2020レギュラーは個人スコアプラス 468.7、 すごっ、強っ、強っ、強川さん、内川さんといえば、手順マエストロだね、マエストロか、うん、あのキャッチフレーズが手順マエストロで、うん、マエストロって何って私5回くらい聞いてる気がするんだけど、なんて答えてた、え、あのね、指揮者って言ったじゃあそういうことじゃない、手順マエストロって何かっていう話でしょあ、だからあれでしょ、うん、あのそう、マエストロが指揮者って意味なんでしょ、うん、で、手順マエストロとは内川が最も大切にしているのは序盤の手順、自敗や安全牌、契約や手作りのキーになる牌の残し方や処理の仕方など地味に見える作業によって中盤終盤に差をつけていることからマエストロと呼ばれる、なるほどね、いやこれでもね、麻雀においてめっちゃ大事だよね、大事大事大事、うん、あのなんて言うんだろう、まああのタカちゃんのハイパイ折りとかも割と通ずる部分あるよね、あの終盤、まあ、中盤終盤に向けての準備みたいなのを、うんうんうん、結局その自分の手配ハイパイもらった時に上がれそうか上がれなさそうかみたいな、ね、うん、あの見極めみたいなやつが特化してるってことだね、バランス重視、そうだね、うちの麻雀はあの攻めよし守りよし、うん、面前よし泣きよしのオールラウンダーつの、でもあんまり泣いてるところ見ないね、 M だとね、あーでも M だとやっぱその打点が結構大事だから、うん、一発赤裏ありだとね、うん、まあでもで、積極的にさばいていくタイプでもないもんね、そうだね、うん、基本的にやっぱあの面前でリーチリーチっていっていくタイプではあると思うけど、うん、
そうバランス重視、内川のマージャンを一言で言い表すとすればバランス型である。飛躍とスピードのバランス、攻撃と守備のバランス、いろいろな意味があるが、局面に応じてバランスのパラメータを微調整するようなイメージのマージャンだ。すごいわかる。じゃあバランサーじゃん。バランサー、バランサーだね。バランサーだね。うん、ね、うちといえば赤川さんって解説でもめっちゃ言われてるくらい赤くるみたいな、うん、ハイパイパッて開けたら1枚2枚あるねっていうイメージで、赤なんかだってさ3枚しか入ってない、3枚しかないのに、ね、私なんかパックだけどうーん、途中で出会うと嬉しいよね。私はねリーチ後によく赤を引くイメージ、うん、あー分かる、うん、リーチしてもう 手配が変えられない状態でね、まあ、リッチしてからなんだけど、はい、そうだね。でも私なんか結構ダマ多いみたいな、そうだね、うん、データが出てしまっているから、うん、別に自分的にはそんなつもりないんだけど、私リッチ好きだし、うん、まあでもほら言ってもさ、まあ、3年か4年目だけどさ、うん、3年間の、まあ個人の試合で言ったら何試合くらい、3年で3年で 100、まあ、100くらいなんじゃない、あ、まあ、でもそのレギュラーだけでしょ、レギュラーだけ、レギュラーだけのデータでしょ。そのでもこの間佐々木さんがなんか100試合目とかなんとか言ってたから、あ、そうだね、私多分そんなに打ってないかな、90くらいか、まあ、うん、90年間に打ってないかもしれない、うん、まあ打チャンス90って考えたらそうでもないからね、うん、うん、そうなんだね、うん、そう、うちといえば、数少ない同い年なんですよ、麻雀界なんか知んないけどさ、確かに同い年がなんか少ない、うん、ような気がして、最近発信したのがマッス、そうそう、マッスとか、あの杉浦さん、杉浦寛介、ああ、そうだね、うん、杉浦寛介とか増田龍、増田龍一ね、龍一か、うん、龍一って言いそうな難しいな、まあ龍一っぽい顔してるけど龍一だね龍一でした、すいません、81年、うん、でもなんか本当そのなんか代表的な人がそれくらいで、うん、あとそうだから最近発見したのが宮村さん、ああ、宮村、そう、あの宮村の経理部の常連さん、そう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 、同い年なんだけど、宮城チャンネルでもよく遊びに来てくれるっていうくらいなんか少ないなと思う中の一人ですね。そうだね、うん、あ、ほら日向も長野県、あ、長野県からのし、うーん、うちといえばそうだな、なんかあれだよね、物腰柔らかい、人当たりのいいイメージ、うん、あと、あのね、そのね、どれくらいかな、多分15年とか20年くらい前だと思うんだけど、うん、20年近く前だと思うんだけど、その、あ、違う、10年前だ、私が家買った時にさ、あの父ちゃんと、そのまあ、あの父ちゃんが老後を安心して暮らせるようにっていうのも含めて、その家を買ってたっていう話を、あの誰かから聞いたらしくて、なんか家族思いだねって、俺もそうなんだよみたいな、俺もその母ちゃんのために家買ったんだみたいな話を、家族思いっていうイメージずっと、うん、なんか噂だけど、うん、すっげーなんか、あのお家が金持ち、あ、そうなんだ、実家がね金持ちっていう噂は、すごい嫉妬そうなんだね、うん、すごいなんか大きい、あのなんかちゃんとしたお家の、なんかね、お医者さんのなんか眼科医の息子っていうイメージ、今それを聞いて、どうなんだろう、私なんか、あの、なんていうの、親が銀行の頭取とかそういうイメージ、ーなんかお医者さんみたいなイメージだな、うち、まあ、実際のところは分かんないんですか、実際分かんない、まあ、聞いたら分かるんでしょうけど、まあ、聞いたら教えてくれるんでしょうけど、うん、なんか、あんまり聞いたことないの、噂ですねまあでもなんか母ちゃん思いの、なんか、なんだろうな、うん、物腰の柔らかい好青年って感じ、うん、っていうイメージだね、なんかあれだよね、そのなんていうの、もっと早くからこう注目されててもおかしくなかったんじゃないかな、うん、そうだね、うん、あの滝下っていうのがこうバーッとね、うん、あの有名になっちゃったけど、まあ、そのそこに入ってもおかしくはないくらい、まあでもそっか、実績っていうと、まあ、大きいタイトルがその10代、うん、でそれが35期だっけ、35期だね、4年くらい前か、なんかそんくらいだったような気がする、だからそのタイトルがないから、あんまりこう、まあでも確かにだからね、あの要は若手のさ男子プロのさ、うんうん、その壁が厚い、その滝下がもうとにかくほら、そうだね、分厚いじゃない、でも10年前から B2B1 とか10年以上
かってる。佐々木さんって何年目なんだろう。まあなんでだろうね。そうね、最近そのすごく同期じゃん、注目を浴びているけどね、昔からそう、うん、まあ久人くんのそのなんていうの、前評判というかね、あのそのそう、佐々木さんね、とかっていうやつ、麻雀プロになる前から有名だったから、そんでその彼がその麻雀プロになったっていうので結構話題になっちゃって、ちょっと埋もれちゃったっていう感じかな。確かに昔からいるイメージ、うん、だけど、あの昔はもうちょっとふっくらしてたイメージ。うち、うん、ですごい痩せたなと思って。あ、そう、うん、へえ。痩せてイケメンになって、メガネの似合う、な、人当たりのいい、あんまりその悪い噂は聞かないけど、でも表になるんでしょきっと、なんかあるんじゃない、まあ、こういうの私あんまりよく知らないけど、まあ、こんだけ正統派のイケメンだと、うん、まあ相当表になられるでしょうねっていう気はする、まあ、うん、放っておかれるはずはないよ ね、 そうだよねと思うよね、うん、だから内変わんのが、うん、喜びですよ。ね、シーバルバのシャー放銃した時のね。あれいいよね。あれは本当にいい顔だよね。あれはもう今後10年ぐらいですね。じゃあ、はい、あの、もう10分待ってね。参戦権の、なんかちょっとあんまり何も話してないように。謝っとこう、あの、内川アンドの皆様に申し訳ございませんでした。うん、でも、あれだよ、こう、もっとこう親しくなったら、そうだね、うん、あの第2弾第3弾ができるようにもっと仲良くなっていこう。あの10分トーク内川バージョンパート2みたいなのが ね、 そうだね、できたらね、できるように仲良くしていこう、はい、はい、ということで、この動画が面白かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。